橋本信也、橋本信也、橋本信也、1965年7月3日から2005年7月11日は、日本のプロレスラー。中学時代に、父が失踪し、母子家庭で育つが、高校、中京商業高等学校、現、中京学院大学附属中京高等学校、時代に母を亡くした。学生時代に柔道を始め、アントニオ猪木に、 憧れるようになり、1984年、昭和59年4月に新日本プロレスに入門。しかし、入門初日に、後のライバルである、蝶野正弘と洗濯機の順番をめぐって、乱闘を起こした。その頃は、お互い打ち解けていない間柄だったので、僕が先に使っていた。いいや、君の前に、僕が使っていたという口調で争っていたと著書に記されている。 1984年、昭和59年9月1日に、後藤達都市戦でデビュー。1987年、昭和62年、第3回ヤングライオンハイでの準優勝後に、海外修行に出た。カナダのカルガリー地区を中心に、モンゴル人ギミックの、ハシフ・カーン、ハシフ・ハーンの、リングネームで見を行ったが、対戦相手を負傷させたりしたために試合を干される。 こともあった。完全に干されたきっかけとなったのは、ファンの女の子にサインを求められた時に、女性器を描き、それを見た親が泣いて激怒し、プロモーターに訴えられたためだと言われている。1988年暮れのワンマッチ帰国後、1989年、平成元年1月からは、アメリカ合衆国ネシー州メンフィスのクアに参戦。登場山本をマネージャーに、 サムライ・シンジこと、ササザキ・シンジと、将軍サムライ、ザ・将軍ザ・サムライのタッグチームを結成、エースのジェリー・ローラーや、ビル・ダンディをはじめ、ブレイク以前のスコット・スタイナーや、ジェフ・ジャレット、ロード・ヒューマンがすらと対戦した。海外修行の後に帰国し、闘魂三重士として、武藤刑事、長野と共に売り出されることになり、対戦相手をリング上で叩き潰す姿から、 破壊王の異名を持つこととなった。また古立一郎からは、戦う渡辺徹の異名をもらっている。破壊王ほど定着しなかったが、橋本はこのニックネームを気に入っていたという。ビッグバンベーダー、スコット・ノートン、トニー・ホームといった外国人巨漢レスラーの得意技を正面で受け、好勝負を展開していた。橋本は日本人レスラーとしては、稀なスーパーヘビー級であるが、 この階級のレスラーが得意技にすることが多いラリアットやパワーボムをほとんど使用せずアンコ型でありながらキックしたいというスタイルだった。1993年、平成5年、橋本は前年にグレート・ムッタとして E1 グップヘビー級王座を獲得した無藤や G1 クライマックスに連覇を果たした長野と比べ停滞気味であったが、 王の天竜玄一郎と二度のシングル待ちを経て、勢いをつけ、9月20日、無駄を破り、第14代イーワグップヘビー級王者となった。その後、藤並に敗れて、イーワグップヘビー級王座を一度手放すものの、直後の5月1日福岡ドームのメインイベントで、藤並破って王者に返り咲き、1年後の1995年、平成7年5月3日、福岡ドームで、 無党に敗れたものの、9度の当時連続防衛記録を達成、その年の活躍が認められ、プロレス大賞 MVP を獲得した。1996年、平成8年4月29日東京ドーム、この年の1月4日に、無党に勝利して、E1 ウップヘビー級王座を奪取した、ワーフインターナショナル、U インターの総大賞である、高田信彦と対戦し、 垂直落下式 DDT からの三角締めで勝利。また、前年から構想が勃発していた U インターのリングにも参戦した。1997年、平成9年8月31日、この年の G1 クライマックス優勝者である佐々木健介に敗れ、E1 ウップヘビー級王座を奪われて、以降、橋本が E1 ウップヘビー級王座につくことはなかったが、 通算20度の防衛を果たした。新日本プロレス時代の橋本は口述するように数々のタイトルを獲得したものの、その一方で G1 クライマックスのタイトルだけはなかなか手中に収めることができず、いつしか鬼門と言われるようになった。しかし、1998年、平成10年に藤波、健介 長野といった歴代の G1 ホルダーを撃破して勝ち上がってきた山崎和夫を破り、念願の G1 クライマックス優勝を果たした。小川直也と何度も交想を繰り広げ、1997年、平成9年4月の初戦、小川のプロレスデビュー戦は敗れたが翌月には小川を失神 KO で下しリベンジを果たした。1999年、平成11年1月4日、 東京ドーム大会における3度目の戦いでは、橋本は小川にほとんど手も足も出ず事実上の敗北を喫した結果は無効試合。試合後に両選手のセコンド同士による乱闘騒ぎも発生した。橋本は試合後の記者会見で初めにい、e、いの一発もらっちまったが、橋本は小川のパンチで尾骨を骨折。小川は 目が言っていたと川陣営が興奮剤などを使っていたと匂わせるコメントをした。全日本プロレスの三沢光春は全日本プロレス。中継内で、あれちゃいくらなんでもプロレスラーが弱く見られる。もっと、プロレスラーは強いんだぞってところを見せてもらわないと困るとコメントし、小川のセコンドについていた佐山聡氏はセメントマッチであったと語っている。10月にも小川に敗れ、2000年。 平成12年4月7日、東京ドームで行われた5戦目は、負けたら引退を公約し試合に臨んだ。橋本も小川のストを DDT で返すなど一時は追い込んだものの、攻撃面の弱さもあり、大敗を喫し,し、公約通り新日本に辞表を提出した。3度目の戦いは結果として、社会的注目を浴び、1999年10月に、 行われた4戦目と、負けたら、引退を公約した5戦目の試合結果はその日の、ニュースステーションスポーツコーナーでも伝えられた。2000年、平成12年8月23日、橋本は熱心なファンのオリズ鶴兄弟から送られた、復帰を願う100万話のオリズ鶴をきっかけに、引退撤回を表明。これについては、テレビ朝日のスポーツ番組、スポコン、特集を組んだ。 10月9日、東京ドームで藤波と復帰戦を行い、その直後に新日本内に別組織、新日本プロレスリングゼロを作ろうとしたが、徴収力らの反対にあった。その結果橋本は11月13日付で、新日本を解雇されたため、直後にゼロワンを設立し、完全独立した。12月23日には、プロレスリングノアに参戦、対戦相手は大森 同年の大晦日には、猪木ボム BAU2002 参戦。対戦相手は、K イリーグ・ドリッチ。その後ゼロアンには、橋本の理想に賛同した、新日時代の後輩、大谷慎次郎、高岩隆一が合流した。2001年、平成13年3月2日、橋本は、両国国技館にて、破壊なくして、想像はなし、悪しき、古きが滅ぼせねば誕生もなし、 時代を開く、勇者たれ。との理念を掲げ、旗揚げの挨拶を行い、試合では新日本の長田博と組んで、ノアの三沢水春、秋山一し組みと対戦したが、フォール負けした。この後、小川とは和解して、ゼロワンにて共闘し、OH 法として人気を得た。2003年、平成15年には、 ゼロ安勢を率いて無党率いる全日本プロレスに乗り込み全面抗争が勃発、頂上決戦となったグレート、ムッタとの三冠戦に勝利した。5月2日には、高楽園ホールでは、最多記録となる2300人の監修を集めて、小川と組無党、小島聡組と対戦して勝利したが、試合後に川田と明が乱入、そして7月、橋本、小川組 VS、無党、 川田組の試合で、試合中に、川田のキックを、チョップで迎撃した時に右肩を脱球し、勝利したもののこの時の脱球がきっかけで、橋本は三冠ベルトを返上した。11月、長州へ、東京スポーツ市場で攻撃を行い、その後コラコラモンドを経て、長州軍との交想に突入。同年十二月団体戦、二千四年、平成十六年二月にはシングルで、 長州と激突し、し勝利した。2004年、平成16年2月、三冠王者になった川田から三度目の防衛相手に指名され挑戦するも、前年の肩の怪我がきっかけで敗れたセコンドからタオル投入。なお、橋本のいわゆるプロレス4天皇とのシングルマッチは、この川田戦のみであった。その直後、二人は、ハッスル軍としてタッグを組んだ。 2004年、平成16年からハッスルに参戦。小川から、ハッスルキングと命名され、高田総統から、ポークと揶揄された。同年、団体の経営方針等、諸問題の積み重ねから、団体内部との確執が生まれ、11月25日に、ゼロ安保会を宣言し、夫妻はすべて橋本が、自ら被むることで決着がついた。一人で、フリーの道を歩むことになる。 橋本も、その後、長い間治療せず放置していた右肩を手術し、リハビリをしながら、リングへの復帰を目指していたが2005年、平成17年7月11日午前8時ごろ、滞在先において、脳幹出血で倒れ、午前10時36分に、搬送先の病院で死亡が確認された。睡眠時無呼吸症候群も原因であったと、推測されている。 7月16日に行われた、橋本の葬儀には、武藤、蝶野、小川原団体の垣根を越えて、大勢のレスラー、各界著名人、一般ファン等1万人以上が参列した。特に闘魂三十種の絆を持つ武藤、蝶野の受けた衝撃は大きく、武藤が葬儀場の階段に座り込んだまま立ち上がれなく、なったり、蝶野が人目をはばからず涙にくれるなどした。友人でもある。 KBC アナウンサーの高島総一郎の涙声の絶叫に続き、出刊時に橋本の入場曲である爆笑宣言が流され、参列者から投げられた数千本もの赤い紙テープと橋本コールの声援に包まれて送り出され、遺体は久保山斎場でダビに付された。また901で橋本と苦楽を共にした大家は、棺桶を担ぐ役から外されていたことを無念に感じ、 葬儀場の出入り口付近で悔しさを噛み殺していたという、改名は天武真弘子寺、天武神、裕子寺であった。テレビ朝日のバラエティ番組、ロンドンハーツが橋本の生涯最後のテレビ番組出演だった、後日のエピソードを参照。2006年、平成18年、力道山、日韓合同制作が日本で上映された。 橋本は生前、あずまなみ役で出演、遺作となった。2008年、平成20年3月2日、橋本の功績を称え、二代目 E ワグップ、ヘビー級ベルトが中村信介から橋本家に贈呈された。2011年、平成23年7月11日、七回帰という、節目を機に、公式の七回帰追悼オリジナル写真集が発売された。 永遠の墓用。2015年、平成27年7月13日、十回期という、節目で新日本プロレス主催で、後楽園ホールで、橋本深夜復活祭を開催、ゆかりのレスラーが集結したメインイベントでは、息子の橋本大地と長田のシグルマッチが組まれた。橋本には代名詞と言える関節技がほとんどないが、正斉藤は、橋本は、 関節技もうまいと評しており、十字固めやアキレス剣固めなど一般的な関節技をほぼマスターしていた。中学時代にチョキ対ウィリー・ウィリアムス戦を見てチョキの魅力に惹かれ、その卒業文集には尊敬する人アントニオ・イノキと書くほどチョキに浸水した。やがて新日本に入門した橋本はチョキの闘魂哲学を徹底的に叩き込まれ、 試合用ガウンには、闘魂伝承の文言を入れるほどチョキイズムの伝承者として活躍。イーワーグップ王座を通算20回防衛するなど1990年代の新日本を名実ともに引っ張る大スターへと成長した。しかし1997年、平成9年、元柔道世界王者でバルセロナオリンピック銀メダリストの小川直也がプロ格闘家としてチョキに、 弟子入りしたことで、二人の指定関係に亀裂が入った。小川のデビュー戦の相手を務めた、橋本だったが裸し目で、慶応負けを喫するという番狂わせが起きた。1ヶ月後に、橋本はリベンジを果たしたが、1999年、平成11年1月4日の三度目の対戦では、プロレスルールを無視した小川の、突然の暴走ファイトに、橋本はなす術なく敗北した。 試合は、無効試合となったが、試合後の会見で、橋本は、絶対許さない、何がアントニオイの気だと、黒幕、チョキの怒りを表した。同年10月、4度目の対戦が行われるがここでも、小川に、橋本は敗れた。2000年、平成12年4月の5度目の対戦でも、小川は橋本を破った。だが、この試合に引退をかけ、 男の生き様を見せつけた橋本に、チョキは、引退は、早いと歩み寄りを見せるようになった。橋本は、ファンの後押しを受け同年10月に引退を撤回して、復帰する。翌2001年、平成13年に0案を旗揚げした橋本に、チョキは、馬鹿になれ。のメッセージを送り、最大の理解者として、橋本の行動を陰で支え、合わせるように小川も、橋本と和解し、 2降2人で、大市法として、タッグを組むようになった。ところが2000年、平成12年6月、当時プライドに参戦していた、マーク・ケアーの、ゼロ安心劇への参戦問題に橋を発し、橋本と猪木は再び田元を分かった。小川との一連の高層引退劇があったためか、この年母校の中京高等学校が、 甲子園出場を決めたが、出場交渉会の OB 欄に、橋本の名前が記載された。2005年、平成17年、橋本は死去した。猪木は橋本を赤シャツで追悼し、一部に物議を醸した。なお、橋本は2005年、平成17年のプロレスゲームのインタビューで、尊敬するレスラーはとの質問に、アントニオ猪木と即答している。 橋本が新日本在籍時代、夢のカードとして全日本プロレス、三沢光春とのミスターイーワグップ VS ミスター三冠対決や、川田敏明とのキック対決を望んでいた。だが、橋本自身は全日本で一番戦いたい相手として、雑誌やトークショーで常々、小橋健太、元、健太の名を挙げていた。三沢とは、ゼロワン旗揚げ語タッグで対戦し、川田とは、 タック、三冠をかけて対戦し、ハッスルではタックを組むほど絡んでいたが、小橋、田植明との対戦は叶わなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。